中川秀重は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将、大名、文国二岡藩の初代藩主、中川清秀の次男。天正11年、父清秀が、静ヶ岳の戦いで戦死した後、家督は兄の秀政が継いでいた。秀政は、文禄の役の朝鮮半島で、文禄元年10月24日に、 高狩り中に敵に包囲され、殺された。この失態による海域を恐れた中川家では、戦死と報告したが露見し、豊臣秀吉の怒りを買うが、特に父、清秀の静ヶ家の戦いでの武功に免じて、秀重は、兄の医療の半分、張間国民期六万六千国の相続を許された。同年十二月六日、豊臣秀吉は、宮部長博、氏、荒木茂る県。 南条元継ぐ、下記や久しぶさへの発給文書において、無人の状態で、町伏せに遭遇、戦死した、中川秀政について、射程の中川秀重に後目相続を命令したこと、今後は、不要人にて戦死した場合は、後目相続を承認しないことを通達している。文禄2年、第二次珍珠城攻防戦では戦の動員を命令されている。文禄3年2月、 秀吉から文豪家に7万4千国の所領を与えられ、違法する。同年1月27日、女任し、豊臣政を下手された。慶長2年からの慶長の役では1500を動員して友軍に属して、都会8月16日の功績山城攻略戦に参加した。諸将が一堂に会した26日の全州会議以降は、池田秀夫と共に、 安人、甲州の制圧を指示された。その後、全田道計略の再確認が行われた9月16日の理、e、由会議にも参加し、中聖堂から全田道へかけて転戦した。慶長5年の関ヶ原の戦いでは、家臣を西軍方の単位を田辺白攻めに派遣したが、関ヶ原において行われた本戦が終結した後に、東軍に組みした。 西軍の薄木城主、大田和義を攻撃し、佐賀の関の戦いでは、大田方に家臣を打ち取られたものの、その功績によって、戦後、徳川家康から所領安堵された。慶長17年に死去し、後を、次男、久森が継いだ。朝鮮な役事、朝鮮よりボタンを持ち帰り、岡城や数カ所の寺院に植えられ、何度か植え替えや株分けが行われた。 現在残っているものは、第二代藩主、中川久森が、祖父、佐久間森正の母台を弔うため、寛永21年に建立された、英雄寺の三文章付き同右にあり、この英雄寺は、牡丹のの作毎と4月20日に、牡丹祭りと法要を開催している。ありがとうございます。